はい、今日はですね、ちょっとレビューしたいものがあります。実はですね、オーキテル様からスマホレビューをしてほしいということでいただきました。オーキテル様、ご提供いただきありがとうございます。ということで、早速紹介していきたいと思います。で、今回紹介するのはこちら。早速開けていきます。はい、早速中を開けていきますと、こんな感じでございます。オーキテルの WP19 っていう製品ですね。はい、こちら WP19 っていう製品です。早速中を開けていきますと、ちょっといろいろ仕様などはね、ちょっと後ほど説明していきたいと思います。袋に入ってますね。はい、こんな感じにバッテリーが21000mAh なので、多分その分こんくらい分厚いってことですね。多分だいぶ分厚いですね。3センチぐらいあるんじゃないかなと思います。はい、でこんな感じにレンズも3つついてて、ライトもついてますね。こんな感じに、こんな感じの分厚い携帯になっております。で、付属品はですね、トリセツですね。トリセツがついてます。トリセツ、日本語もありますね。ちゃんと日本語もついてます。いろんな言語ではありますね。こんな感じに他にもいろんなちょっと書類とかありますね。で、これ SIM フリーなので、 SIM フリーの SIM カードさせるようにこういうピンセットがついております。で、これが充電ケーブルですね。充電ケーブル USB で Type-C で充電ケーブルできるものですね。はい、後で充電していきたいと思います。早速レビューしていきたいと思います。はい、で、見た目はですね、こんな感じの、で、見た目はですね、こんな感じになってます。保護フィルムはちょっと貼ってあったんですけど、剥がしたらもう常にさらに保護フィルムがもうついてる感じで、液晶保護フィルムはね、ついてる感じでした。こんな感じ、もうすでについてますね。ここなので安心して、もう保護フィルムは買う必要がないっていう感じです。ここのボタンで電源オフができます。電源オフができますね。で、パスワードこんな感じに解除できます。で、ここのボタンで音量調節できますね。で、他の周り見てみますと、こんな感じごっつくなっております。衝撃にも耐えれるようにごっつくなっております。で、 SIM カードをここに入れれますね。 SIM カードをここは後で入れたいと思います。こんな感じですね。で、ここが多分充電ですね。はい、こんな感じで Type-C で充電できます。隣は多分イヤホンか何かだと思いますね。こんな感じの仕様になっております。で、カメラがこんな感じと、カメラもちょっとここ保護フィルムは貼ってないんですけど、まあ傷つかないように衝撃を耐えれるような性能になっておると思います。で、ここはライトですね。ライト、ここに64メガピクセルって書いてあります。ここがメインカメラ、64メガピクセル、6400万画素ですね。で、ライトもここついてる。はい、で、このオーキテルの WP19 の一番の特徴がですね、バッテリーが一番大きいということで、多いということで、それが特徴になってます。で、これちょっと今電源つきましたけど、 21000mAh なんで、ビデオの再生だと36時間、音楽だと123時間、電話だと122時間、スタンバイ状態ですと2252時間待機できますね。で、実験の動画とかもあるんですけれども、7時間動画を見た場合、 iPhone13 だと 0%、 7時間で 0% 電池になるんですけど、オーキテルの WP19 はですね、7時間動画を見ても残りのバッテリー残量が 80% と超長持ちします。で、ちょっと資料とか YouTube 見てるんですけど、こんな感じに、他にも防水とか防塵とかも対応してます。衝撃も対応してます。
防水は IP68 で、防塵は IP69K で、衝撃は MIL-STD810 をちょっと承認してる、そう承認してるそうです。はい、防水防なので防水防塵はしっかりしてるので落としても大丈夫ですね。あとホコリとかも全然大丈夫でございます。で、前面のここのカメラは1600万画素になっています。超高画質ですね。で、こっちのフロントカメラ、ここの一番左上のメインカメラは6400万画素のカメラになっております。普通の一眼レフでも2400とか2000ちょっとの画素数なんですけど、その一眼レフよりも高画質な6400万画素を搭載してます、ここの左上のメインカメラは。で、マクロレンズ、マクロレンズはその隣右側なんですけど、200万画素ですね、高画質になっております。で、ナイトビジョンカメラ、ナイトビジョンカメラ、あの夜のナイトビジョンでカメラの撮影してできるようになっております。それは左下のこのカメラなんですけど、ナイトビジョンカメラは2000万画素ですね、2000万画素の性能を持っております。で、どれもこのカメラどれも見ても高画質の性能を持っております。で、保護フィルムをちょっと剥がします。ペリペリペリっと電源つけるとこんな感じの綺麗な画面になっております。で、この画面はですね 6.78 インチの大画面になっております。で、フルアイビジョンの大画面で、解像度としてはですね 2460×1080 の解像度の画面になっております。で、90Hz のリフレッシュレートなので、速い動作の動きにもね、動画でも見れるようなフレッシュレートになっております。で、最新の Android 12のオペレーティングシステムも積んでおります。なので Android 12が入ってますね、はい、こちらは。で、こちらのメモリとか容量はですね、オクタコアプロセッサーの 8GB RAM を積んでおります。なので処理がだいぶ早いですね。で、256GB のロム、内蔵メモリがついてるので、だいぶ動画とか撮影しておけます。 256GB もあるので。で、最大拡張はメモリ 512GB まで。なので SD カードか何かでね、512GB を増設できますね。はい。で、ここの左下の内蔵ビジョンカメラっていうのがあるんですけど、ちょっとそれはね、夜になってからナイトビジョンを試したいと思います。ってことで、夜になった写真を撮影してきたので、こんな感じでございます。はい、ちなみにナイトビューモードで撮影するとね、こんな感じに赤外線カメラで撮影したみたいに暗いんですけど、ちゃんと周りの様子が見えるように撮影できます。こんな感じでね、こんな感じに、ちょっとピントがぼやけるかもしれないですけど、こんな感じにね、はい、こんな感じに綺麗にナイトビューモード撮影できます。結構綺麗に撮れたと思いますね、はい、メインカメラとかインカメラもね、どんな性能かちょっと写真撮ってきたので見てみてください。はい、こんな感じになっております。はい、で、ちなみにフルハイビジョンの動画ですと、こんな感じに、こんな感じの画質で撮影することができます。はい、それで 4K のサス、4K ですと、こんな感じの、こんな綺麗な画質で撮影することができます。こんな感じの画質になっておりますね。かなり高画質に撮れていると思いますね。結構、中国製なんですけれども、結構カメラ自体は、ね、性能がいいんで、このカメラ、ちょっと愛用していきたいと思います。
で、ちなみにこの Type-C の充電なんですけど、急速充電に対応してまして、33W で対応しております。 33W で急速充電に対応しておりますね。で、あと NFC、 ピッとね、スマホで決済など NFC でピッとタッチできるように NFC も搭載しておるので、日本向けで使うにはちょうどいいかと思いますね。中国製なんですけれども、しっかりしたスマホだと思います。で、あとはですね、指紋認証、ここで指紋認証もできて、あと顔認証もできるので、顔認証でロックを解除できますね。指紋認証か顔認証で、なので今の世代にはもってこいなセキュリティがついているので、安心して使っていただけると思います。はい。で、操作方法はどんな感じか見てみますと、下に下げると、まあ、こんな感じの画面になります。 Bluetooth つけたり、ライトつけたりとかね。ライトはこんな感じにつきます。で、横にやるとこういう風にニュースが見えますね。で、右は何にもなしで、下から上にやるとこういうのアプリが何が入ってるか見えます。で、セッティングでね、バッテリーが 86% とか、ストレージが 6% 使ってますよとか、こんな感じに見ることができます。で、ディスプレイ設定とか、プライバシーとか、ロケーションとか、いろいろ設定できます。で、システムとしてラングエッジが設定できるんで、ラングエッジでね、ここを設定していきたいと思います。こんな感じにいろんな言語があるんで、日本語にできますね。こっちが iPhone 12 Pro Max で、こっちがですね、こっちが起きてる WP19 なんですけど、右は SIM フリースマホなんで、早速 SIM フリーで使えるか、ちょっと SIM を入れて確かめてみたいと思います。まず iPhone から SIM カード抜きますね。SIM カードを抜きます。こんな感じに抜きます。はい。で、オーキテルのピンセットを使いますね。はい、オーキテルのピンセットを使います。ここですね、多分 SIM、 ここに SIM カードが入ると思うので、こんな感じですね。ここに入れる場所があります。ここにピンセットを挿して出します。こんな感じ。お、ダブルシムになってますね。ダブルシム性能ですね。はい、こんな感じにシムカードを入れました。で、ここでシム入れてできるかどうか。はい、SIM が入りました。これで電源つけていきます。お、ちゃんと見えますか、これ。はい、ということで、ちゃんと見えるかどうかなんですけど、ここがね、 4G になりました。 4G VOLTE に変わってもらうんで、ちゃんと 4G で使えてますね。だから 4G でちょっと使えるか、ちょっと見ていきたいと思います。で、早速、早速インターネットをつながるかやっていきたいと思います。 Google Chrome、 お、つながりましたね。 Google Chrome で起きてるのサイトが見れました。で、ちょっと Yahoo とかも見れるか、ちょっと検索してみます。 Yahoo、はい、こんな感じにちゃんと見れますね。はい、こんな感じで 4G で Yahoo もちゃんと見れましたね。ちゃんと SIM フリーなんで、 SIM カード使ってね、ちゃんと
ネットが見れるようになってます。はい、ということで SIM カードの確認はこんな感じでした。はい、で YouTube 見るときはですね、ここ YouTube でこんな感じに見れますね。で検索でここでラングエッジを、まだ英語になってるんで日本語でできます。こうですね、ここラングエッジ、ここのセッティングマーク、歯車マークを押してラングエッジを押す、ラングエッジを押す。でここ、ここで最初はここクワーティ、最初はここの設定になってるんですけど、こっちのここの設定にチェックマークを入れると日本語が追加できます。ここがこんな感じに、こんな感じのキーボードが使えるように設定できますね。で YouTube の検索で例えば日本語にしたかったら、ここイングリッシュのここを長押しして日本語キーを選択すれば、こんな感じできます。僕のチャンネルをちょっと検索してみましょう。はい、ってことでこんな感じで日本語でね検索すると僕のチャンネルが出てきます。でこういう風にやるとちゃんと見れますね、 YouTube も。はい、ってことで僕のチャンネルが気になりました。こんな感じに買ってきたいと思います。ただご飯のバージョンがないので音量を小さくしてこんな感じに見ることができます。で全画面にするのはこんな感じ、フルスクリーン。お、フルスクリーンもなんかできる。こんな感じ。こんな感じに全画面で見ることができます。ちょっと横長なんで、ちょっと動画サイズとはちょっとサイズ合ってないんですけど、このスマホ自体がちょっと 長いんでね、ちょっと動画としてはこんな感じに見ることができます。全画面で見れますね。では、ちょっと、今、こちらのオーキテルの WP19 がね重いっていう話をしたんですけど、これがどんくらい重いかちょっと測っていただきます。まず iPhone ですね、 iPhone12 の Pro Max ではどんくらいの重さか、まあだいたいここですね、はい、280グラムぐらいですね。で、オーキテルの WP19 はどのくらいの重さかと言いますと、はい、570ですね。だいたい280、570っていうようなことは、だいたい2倍ぐらいです。iPhone の2倍ぐらいの重さがあります。このオーキテルのスマホは。なので、ちょっとね、重さに苦手な人はね、ちょっと、重いかと感じますね。ちょっと持ち運びがちょっと大変かもしれないですけど、性能的には防水も防塵も衝撃も対応しているので、あとバッテリーが多いのでね、大きいので重くなっております。はい、ということで今回はオーキテルの WP19 という超高性能なスマホの紹介でした。よかったら下の概要欄にね、あの URL 貼っとくんで見てみてください。ということで、もしよかったら ご購入してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。あの、ご提供いただいたオーキテル様、ありがとうございました。はい。ということで、チャンネル、高評価、いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。では